今から脳トレ体操を行います。指は第二の脳と言われているのを知っていますか？指には脳につながる神経が多いので、指先を動かせば脳にたくさんの刺激が伝わります。だから毎日5分程度行う習慣をつけて脳の若さを保ちましょう。指折り体操です。親指から順番に数を数えながら指を動かしましょう。それではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できましたか？数を数えながらすることを意識しましょう。次は少しスピードを上げてやります。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後にもう少しスピードを上げてやりましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できましたか？次はグーパー体操です。まずやってみます。グーパーグーパーグーパー。それでは皆さんもやってみましょう。せーの、グーパーグーパーグーパー。少しスピードを上げます。グーパー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 。どんどん速くしていきます。グーパー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 。できましたか？次はチョキを入れてやってみましょう。グーチョキパーグーチョキパーグーチョキパー。皆さんも一緒にやってみましょう。せーの、グーチョキパーグーチョキパーグーチョキパー。少し早くします。グーチョキパーグーチョキパーグーチョキパー。もっと早くします。グーチョキパーグーチョキパーグーチョキパー。できましたか？次は今行った運動に手拍子を入れて行います。それではやってみます。グーチョキパンパーグーチョキパンパー。それではやってみましょう。せーの、グーチョキパンパーグーチョキパンパーグーチョキパンパー。少しスピードを上げてやってみましょう。せーの、グーチョキパンパーグーチョキパンパーグーチョキパンパー。最後にもう少しスピードを上げてやってみます。せーの、グーチョキパンパーグーチョキパンパーグーチョキパンパー。できましたか？先ほどの応用編です。グーチョキパー、すべての間に手拍子を入れて行います。少しやってみます。グーパンチョキパンパーパーグーパンチョキパンパーパー。それではやってみましょう。せーの、グーパンチョキパンパーパーグーパンチョキパンパーパーグーパンチョキパンパーパー。スピードを上げてやってみます。せーの、グーパンチョキパンパーパーグーパンチョキパンパーパーグーパンチョキパンパーパー。できましたか？
次は親指、小指体操です。まずは片手でやってみます。親指、小指、親指、小指、皆さんも一緒にやってみましょう。3、はい、親指、小指、親指、小指、親指、小指、できましたか？次は両手でやってみましょう。親指、小指、親指、小指、次も一緒にやってみましょう。3、はい、親指、小指、親指、小指、親指、小指、次は左手が親指、右手が小指でやってみます。親指、小指、親指、小指、次も一緒にやってみましょう。3、はい、親指、小指、親指、小指、親指、小指、できましたか？次は肌つむりの曲に合わせて指を動かしましょう。それではやってみましょう。右手がパー、左
左手がグー、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、できましたか？次はグーパー体操です。右手が前でパー、左手が胸でグー、これを交互に行います。それではやってみましょう。右手がパー、左手がグー、せーの、パー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 、できましたか？次は前の手がグー、胸がパーでやってみます。せーの、グー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 、できましたか？次は音楽に合わせてやってみましょう。曲の途中で手が変わるので頑張ってください。それではいきます。できましたか？最後は応用編です。足踏みをしながら行いましょう。それでは始めます。